正意大将軍、正意大将軍、正意大将軍、旧時代、正意大、進む軍は、朝廷の両下官の一つである。正意は、江戸を正当するという意味。飛鳥時代、奈良時代以来、東北地方の江戸正当事業を指揮する臨時の官職は、陳東将軍、自節正意将軍、自節正当大使、自節正当将軍、正当大将軍など、様々にあったが、 奈良末期に、大友おとが初めて聖異大将軍に任命された。聖異大将軍、聖異将軍の下には、聖異副将軍、聖異軍官、聖異軍僧、聖闘将軍、大使の下には、聖闘副将軍、副氏、聖闘軍官、聖闘軍僧などの役職が置かれた。大友おとの次の坂上田村丸を当てるよう、下して、有名を馳せたが、次の分野の渡丸が、 征衣将軍に任ぜられた後は途絶えた。平安中期に藤原忠文が平安末期には源義仲が正統大将軍に任じられが、もはやエゾ政党を目的としたものではなかった。なお、口実の通り、義仲が任命されたのは正統大将軍であり、従来考えられていた征夷大将軍ではなかったことが明らかにされている。平氏政権。 欧州藤原氏を滅ぼして、武家政権、幕府を創始した源頼朝は、大将軍の称号を望み、朝廷は、坂上田村丸が任官した聖位大将軍を、吉礼として、これに任じた。以降675年間にわたり、武士の統領として事実上の日本の最高権力者で、ある聖位大将軍を長とする鎌倉幕府、室町幕府。 江戸幕府が一時的な空白を挟みながら続いた。慶応三年、1867年、徳川義信の,の大政奉還を受けた、明治新政府が王政復古の大号令を発し、正衣大将軍職は廃止された。正衣将軍、大将軍は、エビス政党に再始任命された将軍、大将軍の一つで、太平洋側から進む軍を率いた。これとは別に、 日本海側を進む軍を率いる将軍は、西敵将軍、陳敵将軍、九州へ向かう軍隊を率いる将軍は、西政将軍、陳税将軍という。これは、東位、西中、南蛮、北敵と呼ぶ中華思想の、真意を当てはめたためとされている。東位に対する将軍としては、和道二年、709年3月6日に、道の陳島将軍に任じられた。 小瀬まろが最初であり、聖意将軍、通常、正意大将軍と同一とされるの所見は、養老四年、七百二十年九月二十九日に、自設聖意将軍に任命された、多次被権神であるまた、同日、北敵に対する自設鎮、敵将軍に、安倍春川も任命された。聖刀将軍の所見は、延暦三年、七百八十四年二月に、 真珠将軍から昇格した大友やかもちであり、政党大将軍の所見は、延暦7年、788年12月7日に、地味した木子さみである。延暦10年、790年7月13日に、大友おとまろが政党大使に任命された。延暦12年、792年2月17日に、政党史を政医史と改めた。大使は、また、 将軍とも呼ばれていた。日本気略には、延暦13年、794年1月1日に、聖医大将軍の大友お丸に窃盗を保ったとあり、これが、聖医大将軍の所見とされ、由来としては天皇に任命される軍事指揮官である。延暦10年、790年、聖統大使に任命された大友お丸は、 その後、政党氏が正医氏に改められ、延暦13年、794年1月1日に正医大将軍として、窃盗を授けられた。大友乙丸の副師、副将軍だった坂上戸村丸は、延暦15年、796年10月27日鎮守将軍に任命され戦争を指揮し、翌延暦16年、 七百九十七年十一月五日に征夷大将軍に昇格した。坂上田村丸はそれまで頑強に戦ってきた伊沢の江戸の当てる余計へ連れ帰り、東北地方全土を平定した。その後道の区合地だった文屋の渡丸が江戸との交戦に際して公認二年八百十一年四月七日に征夷将軍に任命され、 同年うるう十二月十一日へぞ政党の終了を、総上、陳樹将軍には副将軍だった、ものの部足四が昇格。しかし、公認五年、八百十四年十一月十七日には、再度、紛矢の渡まろが、正将軍に認じられものの、実際には政党は行われなかった。源の頼朝の一族、川内源氏は、軍事を家業として朝廷に仕える。 軍事貴族であった。しかし、伊豆のルニン生活から、東国武士団を率いて、藩兵士の旗を挙げた。頼朝の当初の立場は朝廷に公認されたものでは、なかった。頼朝は、まず朝廷から相対的に独立した、東国王権を築き上げ、京都の朝廷では元号を要はと改言したが、頼朝は、そのまま、自称の年号を使用した。その後、朝廷との関係も含め、 先行する、平氏政権、源、吉中、欧州、藤原市地方政権の3パターンの比較検討から次第に政権構想が練られたのではないかと入れている。研究元年、1190年、頼朝は右近江大将、右大将に任官したが、近江大将は中央近江軍司令官という、性格上在京しなければならず、半月もへのうちに辞任した。 右大将は、官位相当こそ高いものの、源義仲の正医大将軍のように母子を、統率して、地方の騒乱を鎮圧する地位ではなく、欧州藤原氏の鎮守府将軍のように東国に、独立の勢力圏を要するにふさわしい地でもない。そこで注目したのが、正医大将軍という感触であった。坂東の武士を率いて行うえぞ、欧州藤原氏征服に、 大義名分を得るという目的からしても、また、陳述将軍と同様に、軍政、地方統治権を区名分としてもふさわしく、古日からも陳述将軍より格上である格好の官職だった。つまり、を、すべてまとめ上げて、公的に裏付けられた一体的地位とするのが、正位大将軍職であった。しかし、頼朝にとって、正位大将軍職は、 欧州藤原市政党のためにこそ必要とされた官職であって、欧州合戦を経て、実際に任官した、研究三年、千百九十二年にはすでに必要なく、なっていたという見方もる。実際に頼朝は、正位対将軍職に、あまり固執せず、2年後には、時間の移行を示している。また、着難の頼家は、家徳継承にあたり、まず左近江中将。 ついで左衛門の正しに任官しており、正衣大将軍に任官したのは、その3年後である。より家が失脚する、比企義和の変の際、総追なでし、聡事等の地位の継承が問題となった一方、正衣大将軍職は、対象とされていない。従って、この段階の正衣大将軍は、武家の統領たる、鎌倉殿や日本の軍事的支配者たる総追なでし、聡事等の地位と、 不可分なものではなく、さほど重視されていなかったことが伺える。ただ、頼家の弟、サ友の家督継承の際にはまず正位大将軍に任官している。頼友は、朝廷の常設最高職である左大臣に相当する正任意でこの職につき、同時に一部で朝廷との二重政権状態を残しつつ全国に武家支配政権を形作ったため、以降その深刻化とともに、 天下人としての聖衣体将軍の称号が徐々に浸透していく。また、後年に至るまで執権、官僚、大老などの幕府辞席職の官位は十四位の埋まりであり、将軍のみが隔絶して高い権威としてすべての武士に君臨する。たとえ実権が伴わなかったとしても監修もこの時期に確立されている。だが近年、これらの通説を覆す。 新資料として、三円樹高陵抜き書き用初集の山円樹記、研究三年、1192年7月9日上、及び十二日上に頼朝の正衣大将軍任官の敬意の記述が見つかった。それによると頼朝が望んだのは、前夫の号に代わる大将軍であり、それを受けた朝廷で、総官、正統大将軍、正衣大将軍、 上将軍の四つの候補が提案されて検討された結果、平宗盛の任官した総監や吉中の任官した政党大将軍は強令であるとして退けられ、また上将軍も日本では先例がないとして退けられ、坂上田村麻呂の任官した正意大将軍が基地であるとして、頼朝を正意大将軍に任官することにしたという。つまり、 よりともにとって重要なのは誠意ではなく、大将軍で朝廷が消去法で誠意大将軍を選んだことが明らかとな。そのため、よりともが誠意大将軍を望んだという前提で誠意に重点を置いた解釈がされてきた。これまでの研究には再検討の必要が出てきている。同時に、吉中が任官したのも、あずまなどの伝える誠意大将軍ではなく、 玉洋に記されている、政党大将軍であったことが明らかとなった。頼朝が大将軍を望んだ理由としては、10世紀から11世紀の陳府将軍を先祖に持つ貞盛森兵士、吉文流、兵士、秀里流藤和原氏、頼近府、将軍の末裔であることを、自己のアイデティ,ティティとして言った当時において、貞盛森流の兵士一門、 秀デ流の欧州藤原氏自らと同じ寄地下流、源氏の源義仲、源幸家、源義常などといった、鎮守府将軍の末裔たちとの派遣争いを制して、唯一部門の統領となり、欧州合戦においても、意識的に鎮守府将軍、源の寄地下の後継者であることを固辞した寄友が、自らの地位を象徴するものとして、物資社会における、 鎮守府、将軍を超える権威して、大将軍の称号を望んだとする説が出されている。また、将軍職が武家に取り、戦いを指揮統制する地位でおもんじられ、それらを上に立ちまとめる、大将軍が部門の統領として、指揮統制するのに重要だったという説がある。また、頼朝が正意大将軍を望んだもののも白川法王に阻まれたとされる点については、 東鏡研究三年、1192年7月26日上の、将軍時、本寺江戸も、被検魚医、宇イ不フレータの級、しかも法王法御の後、調整書道、古都遊佐田非人の間、当の記述から長く信じられてきたが、近年になって、東鏡の受影三年、1184年4月10日上の記事がこれと矛盾する内容を持つことが指摘された。 この記事はよりともが三月二十七日の樹木で聖四下に除されたことを源義経の使者が知らせるもので、道場には樹木の経緯が書かれている。それによれば、吉中討伐の先行として、藤原忠文の先例に習って、聖将軍の地位を与えることを後白河が検討したものの、議論によって除意のみとなったとされている。ところが、極陽の樹影三年、 1184年2月20日及び3月28日上にはよりともからの申し状によって、後白川から与えられるはずであったすべての感触を辞退して女医のみを受けたことが記されている。この辞退を説明するには、後白川がすでに終わった合戦の先行として、誠意将軍、イコール正位大将軍を与えようとした者のよりともが辞退したと解するたなく、 平安時代初期のエゾ政党が終わって久しい、当時において、ご白河、頼朝が共に、聖衣将軍を名誉的な官とみなし、武家の統領を、東国の支配者の官職としては認識してはいなかった、可能性がある。さらに、樹栄以後、頼朝の聖衣対将軍部任までの間に、聖衣将軍、聖衣対将軍の地位や職権について議論された、形跡が、京都、 鎌倉双方の同時代資料からは確認できず、鎌倉殿の持つ権限は特定の官職によるものではなく、受栄2年10月戦時や文時の直挙等、鎌倉殿が朝廷によって承認されてきた東国支配権や諸国守護権等各種の軍事的、警察的諸権限によるものあり、よりとも、よりえ、下げとも代の正衣大将軍自体は、職将。 実験のない組名の官職部人以上のものではなかったとされる。この説によれば、あず鏡による三代の正遺大将軍部人記事は、正遺大将軍の脅しが確立した後の脚色記事であり、実際に正遺大将軍部人が政治的意味を持つようになるのは、川内源氏着流が断絶して、武家源氏ではない、鎌倉玄、石家将軍を迎えた時とされる。 石家将軍を擁立した、執権法上氏ら鎌倉幕府側は、鎌倉殿の後継者の地位及び、よりとも以来認められてきた、諸権殿を、よりとも以来の三代が共通して部任されてきた、空明の官職である正衣大将軍の職権として、ケツつけた上で、新たな鎌倉殿である、石家将軍や宮将軍への継承を求め、上級の乱後に、 新幕府派によって掌握された朝廷もこれを認めたことにより、征夷大将軍が武家の統領、東国の支配者の職に転換されたとする見解をとっている。鎌倉時代以降、幕府の政治力は徐々に高まっていった。しかし、頼朝の実施として将軍、鎌倉殿についた源頼家、源実朝は、 献身の北条氏に対抗できる力を持たなかった。頼朝の直系血統が耐えると、当初北条氏は皇族の将軍周囲を求めたが、最終的には拒絶された。このため、頼朝妹の血統を持つ、石関家から2歳の三ンを鎌倉殿に迎え、北条政子が貢献した。正室となったのは、頼家の娘であり、佐とも正室、坊門信子の勇士であった。 武御所であった。サントラは六年後に減服した後に、藤原頼りを名乗り聖夷体将軍に就くが、実権は乏しく、区別であったと見られている。しかし、北条安時死後の混乱につけ込み、半徳宗家の御家人を急行して、長子北条教授の執権就任に反対するなどの動きを見せた。この直後、この藤原頼りが六歳で減服し、将軍職を譲らされるが、 これは、その影響であったと見られている。しかし、頼常はその後も因然とした勢力を保ち、名古屋三時ら、反徳宗勢力と連携して、北条時よと対立し、宮騒動、その直後京都に送還された。また、頼継も、総領域らの無本事件の煽りを受けて配位されている。その後、皇族が将軍として迎えられ、いわゆる、宮将軍となったが、 特捜先生と称される幕府の中では、特捜家の区靴に過ぎなかったという見方が支配的である。六代将軍、宗方親王は、性質の密通事件が発生する中で無本の権威をかけられて、京都に送還され、七代将軍、これ安神は、増鏡において、将軍偶庫に流されと表現されるように、ほぼ罪人扱いで、京都に追放されている。久木親王は、 理由は不明であるが三十三歳で辞任して京都に戻り、森国新王は鎌倉幕府の滅亡と共に出家した。兼務申請で天皇附の申請と国が復活を目指して朝廷の独裁政治となり、温床や領地を巡り武家との対立が勃発した。足利高氏の反旗で兼務政権は和解し、高氏は北朝を報じて征夷大将軍に就任し、 京都に室町幕府を開くが、有力死後の細川市、芝氏、畠山氏などとの連立政権となり、後部政権の特色が増した。だが、室町幕府三大将軍、足利義満は後部領権力の頂点に立った。それ以降、聖衣大将軍は武家の最高権威となった。ただし、実質的権力については、前将軍である室町殿や、 大御所が握っている場合あり、必ずしも聖遺体将軍が握っていたわけではない。足利義満の王権三奪で、朝廷は統治権を失い、政治権力は史上最も低下した。将軍職は、着男の義持へ譲ったが権力は、自転の位置を占めた義満に集中したままだった。王永15年、1408年5月、義満の休止後に、 将軍の権限が急速に回復し細川官僚と芝義行ら宿老との連携の将軍権力と幕府機能が復活し、吉光の成長北山代も現金格を残し取り壊した。以降に天皇と朝廷は、揺り戻しや戦国大名の貴族家と領館への接近による権威再建はあったが、統治権のない権威としての政府となり、 幕府こそが日本全土を実質統治する政府となった。足利義則の第2は、頻繁に守護大名家の相続に介入して、独裁的な権力を行使したが、その暗殺と守護大名主導の反乱鎮圧により、再び将軍権力は低下した。足利義政の第2は、守護大名間の武力構想に対し、朝廷のように半ば朝鮮と振る舞う存在となった。 その子の足利義直は、実権回復を図り六角氏討伐軍を自ら率いたが、中途で病死し果たせなかった。南北朝時代には、南朝の北畑明家が、陳府将軍を陳府大将軍と名乗ることを認められているが、これは、聖家家の価格を有する北畑家にとっては、陳府将軍は明らかに、非職であることを明家が言い当たためである。 将軍足鹿義材は、吉直の果たせなかった六角申請に成功したが、これで自信を高めたことで、細川正元と対立し、畑山西伐として、河内に出兵した留守にクーデターを起こされ、将軍職を失った、明王の変。幕政は、細川支配が確立し、また幕府と将軍の全国統治の権力は消滅して、室町幕府は、機内を支配する。 地方政権となる。武家に対する将軍の権威はある程度は残ったが、戦国大名が成立して、将軍は有力大名の意向には逆らいにくく、敵対すると大英元年1521年頃から出本逃亡し、京都に常に留まれず、流れ久保と嘲笑された。将軍の守護部人権が断続的になり、天皇の国志任命が復活し、 会議の朝廷取次元元が行使できず直層となり、将軍権力が縮小した。天文22年、1553年、三好政権を成立させた三好長廷に十三代将軍の義照は反撃を試み、落外の大見国旧墨に追放され5年後は墨し、戻ったが、永禄8年5月、1565年6月、永禄の変で二条五将軍勢を襲われ殺害され、 将軍といえども、不凡の存在ではなくなった。そのため弟の足利義明は、織田信長の協力を得て、三吉政権が擁立した十四代将軍、足利義秀が急死する中、報じられ上落し十五代将軍となり、室町幕府を再建し内支配を復活させた。だが、義明は、室町幕府創設時からの伝統の武田信玄など他の有力大名との、 複数提携を目指し、やがて、信長と対立し、義明は兵を挙げ、捕らえられ、京都から追放され、室町幕府は、官僚の方向州の伊勢市など多くは、明智光秀に引き継がれ、実質消滅した。だが、足利家の過食化した将軍を、朝廷は、積極的に改還せず、その後の職法政権は、聖遺体将軍、幕府体制とは違う、政権樹立をしたので、 吉明は、豊臣政権の初めに次官するまで将軍職だった。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いに、勝利し、豊臣政権内での対抗勢力を一掃した徳川家康は、豊臣氏に従属しない、独自の抗議としての名目を確立するために、慶長八年、1603年に、正遺大将軍に就く。さらに2年後には、 着南の徳川秀忠に将軍職を譲り、かつての足利氏のように将軍職を過職とし、豊臣家に代わり徳川家が代々の武家の統領たることを示し、この徳川政権は後に江戸幕府と呼ばれる。かつての鎌倉幕府、室町幕府と異なり、江戸幕府では幕閣の献身の力が徳川将軍家を凌駕する事態は起こらなかった。 しかし19世紀中頃に開国問題を契機として、朝廷の権威と幕閣外の西南遊藩の政治力が高まり、対応して将軍の抗議としての力が失墜し、後部合体や体制委任論で抗議の再定義を試みるも、行き詰めま。慶応3年、1867年、徳川義信は正意大将軍を辞任し、体制を朝廷に返上すること、 大政奉還で徳川家当主が征夷大将軍ではなく上様として抗議生態の指導者たらんことを狙った直後の王政復古で旧将軍家を締め出した新政権が発足し、また征夷大将軍職を含む従来の官職の廃絶が行われた。源の頼朝が東国の軍政、地方統治権という意味に注目し、 生意大将軍という感触を望んだという説以外にも日本史上の武家政権は兵士菅武平氏と源氏、生は源氏が交代するという源平公思想や源氏であることが生意大将軍に任せられる条件であるという源氏将軍説が存在した。しかし実際には、頼朝以降に限っても設計将軍や皇族将軍の例があり、生は源氏以外に藤原氏や 皇族も就任しており、兵士を自称していた、織田信長も天皇によって、聖医大将軍に推認されたとされる、三職推任など、聖医大将軍になれるのは源氏に限られているわけで、ない。また聖医大将軍イコール、源氏長者のような印象があるが、これは、足利義満以降のことである。豊臣秀吉は、この江崎久の勇士となって関白に任ぜられたとされる。 秀吉は自ら征夷大将軍就任を断っており、また朝廷にとって、関白就任の方が、征夷大将軍就任よりも、はるかに抵抗感が強く、秀吉はむしろ征夷大将軍就任よりも、困難である、関白就任を実現させている立場である。なお、織田、豊臣期の征夷大将軍に関しては、当時の人々の間に、征夷大将軍は、 足利家の過食と認識されており、現氏云々とは別の意味で、将軍職は足利家以外にあり得ないという概念が存在しいたために京都を追放されて実権を失った足利義明が正医対将軍として認められ続け、朝廷も積極的な解任を行われなかったとする見方もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。